いやー、来た。来ましたね。ここ、いつもの部屋じゃないです。はい、皆さん、こんにちは。斉藤の、スタジオに、小屋に来ちゃった。Please hang up and try again. モーション、来ちゃいました。もうしない。ありがたい限りだ。いや、いつもはね、ルッキーさん家にお邪魔してるんですけども、今日はですね、ルッキーさんが我が家にお邪魔していただいて、来ていただいてました。本当に山奥でしょ山奥だったね。本当山奥でしょ遠かった。ガチだったでしょ遠かった。秩父に来てから山に登ったでしょ、そう、登った。結構、ね、本当に冗談抜きでガチで山なんです。本当にもう仙人。本当に。まさに仙人。冗談抜きで仙人なんです。よろしくお願いします。そう、通したりね、貼っときますんで。いや、思ったよりね、ここね、狭い。でしょ狭い。ガチで狭いんですよ。本当に今、2人いたら、ね、結構気温が上がってますね。気温じゃないか。湿度が。いつもより多分、1000人は、暖かいと思う。暖かいんだから。ではですね、椅子がないからね、仕方なく転んで、ダイエットしてた時に、バランスを、ね、椅子代わりにしております。本当にね、最近仲良くしてくれて嬉しい感じ。こっちのこと本当にいつもありがとうございます。こっち見ちゃってるけど、こっちですよね。そうだよ、今日あそうね、あの 70D EOS 70D でね、はい、僕撮ってるんで、レンズの横に画面が来ちゃうんで、ああ、ね、なるほどね、そっち見ちゃうんだよね。でもね、ここね、狭いんだけど、あのね、夢のような基地だよ。小屋ね、本当に小屋だけどね、ここにあの子供の頃に思い描いて秘密基地的な、ああなるほどね、そう、それの YouTuber バージョン、YouTuber バージョン、その照明もあるしさ、机もあるしさ、この机は IKEA の机です。おしなってる、ちょっと本当だ、ここ水のずっと、水滴をずっとここについてたら膨らんじゃったっていう。でもみんなに分かんないすげえ細かいの出てる。ここにね、ちょっとポコッとしてるんだよね。前に大画面。そうそう。大画面ってなんでもないですか。大画面。テレビをね、持ってますよね。まあまあ、この部屋に対して大画面。確かに。確かに。でもここでゲームできたら俺すげえ幸せだわ。ここでバイオハザードやっちゃいます。あ、やっちゃおうか。ちょっとまあ、そのバイオハザードの動画は。本当に絶対貼らないでしょ。やるいや俺めんどくさいから、いいですよ、貼らない。俺めんどくさいからって俺やんないことだよ。いいじゃん。いやー、我々は何ですか、漫才でも始めるんですか。漫才、まあでも大阪の方をね、横にしてね。いや漫才なんて、そんな、ま、そのハードル、私なんてそんな埼玉のど田舎ですから。私すぐ俺のハードル、埼玉生まれど田舎育ちですから。いや、ね、本当にね。いやー、じゃあね、どうやって閉めるんですか、これは。閉めるんですか。っと暗くなってて、じゃないか。声も絞られてますで。最終的に仙人の家はこちらって。住所がね。地図書いちゃって。取り歩き動画。みんなも来てね、みたいな。大抵だ。ひでえ。しない。しないからね。みんな来た人もダメだからね。しないからね。ということで、本日は仙人の小屋に来てみました。いいです。本当にね、でもね、いいとこだよ。いや、でもここ2人でもあるんですね。あ、そうだね。3人はちょっときついかな。厳しい。映るのは少なくとも3人無理です。うんうんうん。ここ2人以上は。2人以上は座れない。もうパンパン。そう、これでパンパンなんで。いや、こういうのはね、ぜひ作りたいね。すげえな、そういう、もう YouTube スペース東京。YouTube スペース、誰んち？誰んち？ハイドさんち。そんな感じ。そう、ハイドさんもね、最近仲良くしていただいてるんで。近いうちに。お一緒にまさかできるんじゃないかな、ラボ動画が上がっちゃうんじゃないかな、といったところで、じゃあ皆さん、さようなら。